シです。ヤマトです。コウちゃんです。今日の企画はおヤオチョウクイズー。よっ、まあ、一回やってますね。ヤオチョウクイズね。続いて6問目、チューリップ。はい、正解。はい。あれを3人でやろうと。お、あ、純粋に人数が増えて大変になったわけですね。そういうことです。そうだよ。皆さんにはこれから10問の早押しクイズに挑戦していただきます。正解で1ポイント、後藤は、他のプレイヤーを押すことができます。それぞれ1問ずつ事前に、問題文と答えをお送りいたします。答えを教えられた問題は必ず自分で正解しなければなりません。なるほどね。最終問題終了時に1人ずつ八百長した問題を予想します。こいつはどの問題を早めに正解したのかっていうのを当てられた方がアウトってこと。はい、そういうことですね、うん、最後指名するのは1票ずつだけなので、例えば山本さんからしたら林さんか湯川さんどっちかしか失格に。ああ、めちゃめちゃ怪しいなっていう問題があったとしても伊沢さんが書くかもしれないから違うのを探した方がいいみたいなことを考えた方がいいですね。まあそうですね、うん、謎のゲーム性がないので終わらないかもしれない。最終的には最も得点が高い人が一緒なので、うん、自分の得点が高い人を失格にさせた方がいいですよね。なるほどね、うん、それでは皆さんに何番目の問題をお教えするかを決めるトランプをお配りします。はい、見せてください。ごめん。はい、では見せてください。これだ。でーん、3かな。もうこれ早速ね、可能性あるからね。もう探り合いが始まるんですよ。問題、新橋雄吉の短編小説の名前にもなっている勝負事で5、4、3、2、1。健康一滴。うん、勝負事で真剣勝負に見せかけながら5、4、3。八百長。正解。よっしゃ。これは山本が八百長を知っている可能性もなかな。どうですかね。八百長って単語だってあんまり聞かないもんね。確かにね。今日初めて聞いたかもしれない。山本は新橋雄吉さん知ったんですか。いや、知らなかったので、そこでは押せなかったですね。なるほど。今回ね、その後藤は自分は減点とかならないんで、そうです、比較的甘めなのでね、そこも面白いかなと思います。勝負に行くのは大事でしょう。健康そう。問題、正式には自然哲学。5、4。プリンキピア。正解。よし、これは早かったね。今のどういった推理で、まあ正式にはで、まあなんか正式タイトルが来るかなと思ったんで、分かりそうだなと思ってだいぶ張ってました。で、まあ聞いたことあるフレーズがやってきたので、喋るな。うーん、トスつけたような喋りだ。問題、女人権闘争の過程で5。彼女さんの屈辱。正解。はい、まあまあまあ、女人権闘争というのは強行権と皇帝権がこう神聖ローマ帝国の中で争われた、どっちが上なのかっていう闘争のことですな。で、早く押して答えられる選択肢をいくつか答えようという中で、彼女さんの屈辱ぐらいじゃねーっていう。まあ、違和感ないんだよな、ね、押せそうだよね、うん、誰がつけてもよかった。うん、さっきのプリンキャもそうだけど、めっちゃ喋るってことはジャスコ。確かに。めっちゃなんかね、ちゃんと説明する。それだったら僕もっと早く押してるはずです。でもだいぶ早かったよ。だいぶ早かったよ。だったら気にしなくていいんですけど。ずっとそうだから。もうね、もう別に伊沢さん正解したから、関係ないです。もしそれが林だとしたらもう考えられていい。関係ないです、うん、問題、ジャニーズ事務所所属のアイドルグループニュースとカトゥー。5、おっしゃった、4、3、大通行かな、2、1、3人。正解。めっちゃ喋るよ。めっちゃ喋るよ。おっしゃった、共通項だよ。3人。共通項だと思うじゃん、これは。まあまあまあ、でも新人だよ、そんなはっきり喋らないよ。でもグループで共通項あったら引くのってだって人数じゃないですか。そんなことないよな。両方ともメンバーは全員女性男性どちらでしょう。男性の方ジャニーだから、そりゃそうでしょ。あるけどな。問題、漬物のキムチの中でも特に外した。5、4。ペチュキムチ。正解です。ありがとうございます。なるほどなるほど。これはちょっと推測できないね。いや、これはもう運だな。山本は週何回キムチ食べるの。多い時で週に1回。ペチュキムチはそのキムチ食う率の中でいくとどれぐらいの割合なの。6割ぐらい。6割ってことはだから、こっからプロ出そう。3回。問題、貴重なものも価値のわからないものには無意味であることを何。うわー、5、4、
2、1。猫。耳であるということを何にしん？豚。正解でーす。いや、これはもうここまで引けばねっていう。いや、でも押すポイントはなんか普通だったんだよね。そう、ごく普通だった。問題。3の3乗は5、4、3。729。3乗か。3。256。正解でーす。OK。山本のやつ。いやー、K の3乗あ、なるほどね。確かに、3の3乗ってどっちも強調してたからね。そうだね。今まあ、結構今、ね、読み方でね、推測できるようには読んでいますので。いやー、なんか伊沢さんが、こうやってこの、僕の押したポイントに、話をすり替えてるのはちょっと怪しいなと思う。それはある。答えた瞬間に解説すればいいのに、うん、なんか僕のところに向けたからちょっと怪しいなと思う。うんうん、確かにね。はい、次8問目です。問題。チャモロ語のシジュスマーセ、スウェーデン語のタッキ、英語の3、5、4、3、2、1。太陽。お、ありがとう。正解。39回。これでね、山本4ポイントですね。よしよし、ね、めっちゃ正解してるよ。大丈夫？もうすでに失格の人がいるのかはまだ分かりませんからね。そうです、まあ、いますからね、可能性あります。全然ある。問題。メモを取る。5、4。メモランダム。正解です。これはしょうがないよ。はい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 、誰が取ってもいい。でも逆に言うと、みんなが押せるところで押し勝つっていうのはやっぱ心づもりができてるからっていうのもあるからね。はいはい、そうだよね。これみんな押すって分かってるから押す準備はね、しなきゃいけないよね。そうだよね。押す準備は押さえ知ってる人も押す準備は持ってますから。そうなの、何の問題なのか。もう終わってますから。もう終わってますから、ね、この問題のこともありえるすごい、ちょっとなんでこんなテンパってるんだよ。あと毎回テンパってるからそうなんだよ。はい、最終問題です、ね、問題。二択の問題です。小野小町と小野芋。小野小町。小野芋子。正解。それはそう。何も言うことないわ。はい、シストがあったから。これは本当に何も言うことがない。10問終わりましたので、次、投票の時間に参りたいと思います。はい、それではね、毎回1問目から振り返ってみます。健康に一滴。八丁。プリンキビア。カノサの屈辱。3人ペチュキムチ。猫。豚。729。256。太陽。ありがとう。メモランダム。小野小町。小野妹子。正解。それはそう。いや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 、ちょっと待てよ。前半と後半どっちかだよな。そうそうそう、中盤はあんまり怪しいのかな。そう、前半の1も後半の1も怪しいのかな。だからどう分担するか。どうしようかな。山本は普通にもう素直にこれだなって思って使えばいいんだけど。まあ、じゃあどっちを。もう怪しかったやつでしょ。あと10秒ぐらいやってみてください。もうそのすでにその自分の教えられてる問題を正解されていて失格になってる可能性は全員ありますので。そうだね。それは分かるんですね。そんなミスしないでしょ。そんなミスすることはありえない。さすがにないから、そこまでいかないやつはマジちょっと、動画のことは分かってない。あ、動画のこと分かってない。分かってない。なるほどね。それでは、まずの林さんからオープンしてください。はい。山本さんが9問目。あ、2番と9番で迷ってて、はい、でも2問目はその直前に後藤は緩いという説明があって。なるほど。今回ね、その後藤は自分は減点とかならないんで、そう、比較的甘めなのでね。そう、全然遅で、それで押しが速くなるのはまあ分かるな。なるほど。あ、でもそれに対して9問目はここで長いことクイズやってきて、こう消耗してる中での文頭ですよ。メモを取る。メモランダム。正解でーす。なので、これの反応速度が速かったのがちょっと気になったかなっていう。なるほど、なるほど。それでは、伊沢さん、オープンしてください。いやー、まだどっち出せばいいか迷ってるわ。いや、ダメだよ、決めて。そっか、そっか。はい、じゃあこれだと思います。はい。残念。山本の2番。正式には、自然テクラ。どう？プリンキビア。正解。よし、これは早かったね。俺もう速攻押したろ、正式名称って思って、うん、もう押しに行ってたら先に押されてたから、こっちの方が濃かったの、濃かった。でもね、正直ね、俺も考えてたんだけど、
はい、こっちを出すっていうね。ニュースとカトゥー。おっしゃった。4、3、大通行だ。2、1、3人正解。めっちゃ喋れる、めっちゃ喋れる。でもこれは山本がやってくれるかなって思ってたんだ。なるほどね。まあそうですね。変えません、これ。え、変えるって手はない。いやもうだってもうそれはルイズ出しちゃったから。ああ、でも今ならダメだ。そんなことある。そして最後、山本さんの発表です。はい、山本さんお越しください。はい、伊沢さん7問目。おい、マジかよ。待って、じゃあそうじゃねえか。どういう、どういう説ですか。いや、まあそうですね、まあ、カノスさんの屈辱と、まあ、256で、うん、2択だったからより当てやすそう。まあ、カノスさんの屈辱は押すかな、伊沢さんなら正解できるかなみたいな感じで、256は明らかに焦ってた。3の3乗は729。 256正解です。僕のいけんじゃん、なんで押したこいつっていう感じがちょっと出てたから、うん、まあこっちかなっていう感じ。なるほどね。端からね、トランプを確認していきたいと思います。あー、完全に死に組ですな。林さん、トランプをオープンしてください。はい、4番です。ほらほらほら、出しとけばよかったのに。出しとけばよかったのよ、これ。まあ、くっそ怪しかった。だって喋れんだもん。新規ぐらいやっちゃうとおるかいな。別に言う必要ない共通項かみたいなさ。不気味ないこと言うから。くっそ怪しかった。はい、そして次は伊沢さんをオープンしてください。合理性というのは何なのかって話だよね。7番ですよ。あー、ラオンが適切なので伊沢さん失格です。おいしい。いやいや、だってこっちだろ。そうかな。現状、林さんと伊沢さんが、2番と9番ですかね。はい、指名しています。これが当たっていれば山本さん失格になるので林さんの勝ちですね。そして山本さんのトランプをオープンしてください。オープン。3番。ということで3番は伊沢さんが正解した問題の山本さん失格です。今日の1問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てください。そこまでいかないやつはマジちょっと、動画のこと分かってない。あ、動画のこと分かってない。分かってない。なるほどね。早いんだよ。ミスった。そうか、早いんだよ。いや、ミスった。ということで3点失格、失格で早さの人になります。おい、なんで大根が勝ったんだよ。なんで一番の大根焼きが一番勝ってんだよ。結果的に今世紀最強の望遠鏡を見逃せ。はい、ということで今日はね、やる調子でいきましたけどね、めちゃくちゃ下手でもなんとかなることあるってことが分かったんでね、皆さんも勇気を出して学芸会とチャレンジしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、絶対よろしく。さあ、通知もオンにしてね。